桜井誠ニュース。一つ目、中国、16-24歳、失業率 19.9%、過去最悪、ゼロコロナ政策で企業の経営を圧迫。二つ目、安倍元首相の国葬で国民の黙祷を検討中の政府に強制するなと拒否反応続出。三つ目、日本共産党、憲法9条こそが海外で戦争をしない決意の印であり、ロシアのプーチン政権のようにならないことを示すもの。シナ、16歳から24歳の失業率 19.9%、まあ、約 20% ですね。過去最悪、ゼロコロナ、まあ、これはシナウイルスをですねゼロにしようという政策で企業の経営を圧迫かということで、現在ですね、これ統計が発表されたのが昨日ですね、シナの統計で16歳から24歳の、まあ、本当にこれから働くぞっていう人たちですよね。この人のうちの 20%、 約2割がですね、職がないというのがシナの現状だということなんですね。もう今シナのですね経済失速がですね顕著になってきて、まあ、それまではねこう世界の権威役も務めていたんですけれども、経済が徐々にこう失速状態に陥っている今の状況ではですね、まあ、シナ中共もですね、なんて言うんでしょうかね、無事にはいられないところに来て、さらにゼロコロナ政策というですね、めちゃくちゃな、ね、政策を取ってるわけですよね。もうだからこの間上海がですね、上海がシナ政府の命令で完全封鎖食らってるんですよ。で、人が出入りできないとかですね、もうめちゃくちゃな政策で経済が完全に止まってしまったんですね。まあ、ちなみになんでこんなですね上海の経済封鎖が行われるのかといったら、実はですね、まあ、このウイルス問題とは関係なくですね、上海閥ですね、上海閥があそこにあって、で北京閥との戦いがあるわけですよ。まあ、上海閥で有名なのが江沢民っていうねおっさんなんですけれどもね。でそれに対して習チンピラは北京閥なんですね。ですからこの上海閥と北京閥っていう争いの中で、上海を抑え込めっていうので、上海が完全にこのシナ政府の命令で抑え込まれてしまったというのが、多分それが実情だろうなっていうのは分かるんですけれどもね。まあ、ただこのまんま上海閥が黙っているとも思えないですしね、まあ、ということでしてですね、まあ、このね武漢肺炎の裏側にですね、このなんて言うんでしょうかね、派閥争い、まあ、特にシナっていうのは軍閥がねこうあっちゃこっちゃに分かれてますので、まあ、特にその軍閥の中でも北京閥と上海閥のね、まあ、この争いですよね。それが、このですねゼロコロナ政策に現れたのかなというですね、まあ、皆さんはねニュースを聞くたびにこういうふうにね一つの物事だけを見るんじゃなくて、その裏側にあるものとかね、そういったものに思いを馳せるようにしてくださいね。ね、上海のやつがやたらえばっていた。いや、そりゃそうですから、江沢民の時はもう本当にね、我が世の春を謳歌してたんですから。ところが、その罰がですね、派閥が今度は北京罰に移って、で、今、北京罰が、こう、でかい顔してるわけですね。天下を取ったから。で上海閥の方もこのまんまじゃ済まさないぞってやってるわけですよ。これがシナ中共の今なんですね。まあ本当にね、妖怪の喧嘩ですから、妖怪と悪魔の喧嘩ですから、人間としては共倒れを願うばかりです。さあ、ということで、続いてのニュースを見ていこうと思います。続いてのニュースはこちらです。
安倍の国葬で国民の黙祷を検討中の政府に強制するなど拒否反応続出。今回ですね、9月27日に予定されている安倍の国葬につきまして、政府がですね、野党の国会議員の質問主意書に対する18本の答弁書を8月15日に閣議決定した。その中で黙祷に関する項目が、話題を呼んでいるということで、これについてですけれどもね、昨日からね、どうしようかっていうことでね、皆さんにね、桜井のこうね、苦衷をね、話しているんですけどもね、今のところですけどね、日本第一党ではなく行動する保守運動で、安倍の国葬反対のね、デモ行進なりを打った方がいいのかなとも思ってるんですけれどもね。いや、というか、こんなおっさんのね、3万6千人以上人殺してるんですよ。今、地獄に落ちてますけれどもね。地獄に落ちてるけれども、こんな男を国葬としてね、送り出さなきゃいけないというですね。誰がこんな奴の冥福祈るかいというですね。ねえ、今でこそね、今でこそこうね、皆さんね、こんな奴に黙祷なんかとか言ってますけれども、撃ち殺されたその時はね、皆さんの中でもですね、冥福ぐらい祈らなきゃとか言ってる人間がたくさんいたんですよ。それもそのはずでしてね、あの選挙の真っただ中、一番最後の日ですよね。一番最後の日に、こんなやつのね、黙祷なんか誰が祈れるかいと、3万1千人、当時3万1千人ですけどね、3万1千人もの人間をぶっ殺しといてね、それでなんでこんなやつが死んだからといって黙祷を祈らなきゃいけないんだと、安倍の大罪は絶対に消えないんでいというですね、ここまで思い切って言えたのは桜井誠ただ一人です。いや別に言ったから偉いとかいうことじゃないんですよ。言ったから偉いじゃなくて、君たちでさえ意見が割れている中で、自分の信念を最後まで貫けるっていうことですよね。自分の信念を貫くことがどれだけ大切なのかっていうことなんです。たとえ周り中全部敵になったとしても、君たちが全員敵に回っても己の信念を貫く。その覚悟を持てっていうことなんですね。毎回毎回ね、こうやって君たちに覚悟のほどってのを見せてるんですよ。いや、本当ですかね。日本国民怒りのシュプレヒコールですかね。ただね、政党としてやるのはいかがなものかという声が大きくてですね、だったら行動する保守運動で、やろうかなといったところなんですけれどもね、本当にこう、毎度毎度の話ですけれどもね、毎度毎度ですけれどもね、ということで、今日最後のですね、ニュースを見ていこうと思います。最後のニュースは、共産党です。憲法9条こそが、海外で戦争をしない決意の証であり、ロシアのプーチン政権のようにならないことを示すものにだ。8月15日に、各地でですね、共産党がこう、なんていうんですかね、この狂った発言をしているそうでして、憲法9条を守れですね。ですからね、皆さんもね、この発言などを聞いた際にはですね、ぜひね、共産党員に聞いてくださいな。あんたたちはね、昭和22年の政権議会の時に、あれだけ憲法9条に反対してたけれども、知らないと思ったら大間違いですからね。嘘だって言うんだったら、国会議事堂にあるね、議事録。これをですね、見てみいやと。政権議会の時に反対演説したのあんたたちでしょ。で、憲法1条にも反対してたけれども、憲法9条は
我が国の自主自立自決を脅かすとんでもない条項だって言ったのはあんたたちなんですよと。じゃあそのことについて総括してるのかと。総括してないでしょっていうですね。いや、すごいんですよ。で、昭和22年の時は猛反対していて、で、気がついたら、それから70年経って気がついたらですね、憲法9条は我が国の宝にだーってやってるというですね。もうね、コロコロね、言うことが変わるのが共産主義ですから。で、その憲法9条とやら、ね、そんなに素晴らしいんだったら、じゃあそれをね、ウクライナに持っていけやと。で、ウクライナとね、ロシアの間に入って、憲法第9条ってね、読み上げればいいんですよ。で、それやらないでしょ。まあ、所詮そんなものです。